中学生の時に生理になって、うん、まず生理の時にプールに入っていいのだろうかっていう不安から、うん、でも私たち競泳は結構男女一緒に練習するので、なんか男子の選手がなんか流してくれたりとか、トークアップ1252。こんにちは、伊藤花恵です。野瀬さやかです。トークアップ1252は毎回さまざまなゲストを迎えしてスポーツと生理について楽しくお話しする番組になっております。今回のゲストは素晴らしい方を呼んでおります。こんにちは、1988年ソウルオリンピックのシンクロナイズスイミング、現在のアーティスティックスイミングの日本代表、小谷実可子です。今日はよろしくお願いします。お願いします。まあ、もう実可子さんも誰もが憧れる水泳選手ではあるんですけども、そんな方まだ現役ということでいいですか？マスターズですけどね。いやでもね、素晴らしかったですよ去年の。まあそんなもう現在もバリバリ泳がれている実可子さんですけども、はい、まあ、今回この番組トークアップはですね、まあ、生理のお話をしていくっていうことになりますので、うん、はい、まあ、今回水泳連盟の方でプロジェクト立ち上がったんですけど、どんなものでしょうか？どんなものでしょうか？どんなものでしょうか？はい、ウィーメンズヘルスプロジェクト、ジャパニーズスイマーズといって WHP っていうふうに訳してるんですけども、うん、伊藤さんにもメンバーに入っていただいてるんですけども、うん、やはりこう月経の問題、あとは例えば月経痛とか何もない選手でも水系の競技だと、例えばプールサイドに上がった時に経血が流れてしまう心配とか、そういう不安要素を抱えて競技に臨んでほしくないという思いがあって、今回維持委員会とアスリート委員会と競技力向上コーチ委員会と3つの委員会が連携して、選手指導者そして保護者を対象に水泳女性選手の健康問題について、うん、まあ、教育啓発、あとは受診環境整備をしていこうというようなプロジェクトになります。あ、まあ、当時の、まあ、あの華々しい1988年頃を思い出していただいて、ちょっとお話を伺いたいんですけども、うん、はい、中学生の時に生理になって、うん、まず生理の時にプールに入っていいのだろうかっていう不安から、うん、まあ、そういうのはコーチとか先輩たちから病気じゃないし全然大丈夫だよっていうのは言われてたんですけど、やっぱり中学生のまだ、ね、あの生理になったばっかりの頃はいきなりタンポンとかも怖かったですし、うん、でもうちょっと大人になると、それこそオリンピックの2年ぐらい前でしょうかね、20歳ぐらいになってからこのピルを使ってその周期をコントロールできるのよって言われたんですけど、ピルイコールなんかこうアダルティーな、なんかこう、うん、避妊の薬みたいな、ね、はいはい、私一般の女性が手にしてはいけないような、うん、ちょっと未知なる世界のものってイメージがあったので、うん、なんか持ってることを知られるのも嫌だったし、うん、最低限だけもらって使ってみたりはしたんですけど、うん、私の場合はピルを使うとその後普通に戻った時の生理痛がすごくひどかったので、うん、結局あんまり活用はせずにしのいだんですけど、なんか多分その当時の飲まれてたピルっておそらく多分中用量ピルっていう、ね、1回の月経だけをずらすっていう目的で主に使われるのが中用量ピルって、ちょっと量の多いやつなんですけど、ホルモン量がそんないろいろ種類があるんですか？はい、今は超低用量ピルっていうのが主流になっていて、そうすると現在例えば、まあ、水泳選手とかでも、まあ、超低用量とか低用量ピルを服用する、うん、服飲するっていうんですかね、服用するっていうことが、うん、普通、あ、水泳選手はとっても多くて、あの東京オリンピック出場した選手で、うん、あの月経年間を通して継続的にそういうホルモン製剤で対策を行っている選手が 29% だったんですね。3割ぐらいに今増えているんですけど、一番多い競技は水泳選手でしたね。そうなんですね、うん、使用している競技として一番多いのが、そうですね、男女ほら入り混じってるし競泳って、うん、そうですね、で水着1枚だし、パッと上がった時すぐ隣に男性がいる時に、ね、流れちゃったりとかすると嫌、うん、とかっていうのは確かに、うん、もうでも私たち競泳は結構男女一緒に練習するので、うん、なんか男子の選手がなんか流してくれたりとか普通にやってます。でも普通だな、普通ですよ ね多分すごい新鮮で、私初めてそうなっちゃう子ってちょっと恥ずかしかったりとかするんだけど、先輩たちがあ全然いいよみんなやってるからっていう感じ で、 で、 ね、でもそういうのをじゃあ競泳の場合は男性も分かった上で、そういう結構みんな、うん、ついてますよね、いろんな知識が男性も、うん、
トップ選手はねだいぶ、まあ、先生の、まあ、応援力もあってだいぶ変わってきてると思うんですけども、まあ、私競泳もそんなペラ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 生理の話をするっていう、まあ、その水を流してくれたりはするんですけど、する環境ではなかったんですけど、その若い時タンポンを例えば使い始める時とかって、その、まあ、先生にも聞きたいし小谷さんにも聞きたいんですけど、なんかこう、どんな気持ちでそのタンポンを使い始めたんですか？怖かった、うん、何歳ぐらいだったんですか？最初私15歳でアメリカに留学したんですね、うん、でそれまでは多分使ったことがなくて、うん、でアメリカの子はナプキンとか使わない、うん、もう最初から水泳選手はタンポンがもうスタンダードな感じで、で初めて使うところもチームにいたりとかすると先輩が入れてあげてたんです。それはすごい、それエースだからじゃない、こんなオープンなんだっていう、まあ、アメリカにっていろんなカルチャーショックあったんですけど、みんなであのシェービングパーティーしてたりとかね、うん、そのタンポン入れてあげてたりとか、でもそのぐらいあのスイマーにとってこれが当たり前で、先輩から後輩に伝えるなんか普通の対策なんだなっていう、ちょっとアメリカ方式を経験し、でアメリカにいる間にみんながね、あのそうなのに私だけ試合の前にちょっと今生理だからナプキン書いてくるねとかって言えない環境に立ったことで使い始めたような気がするんですけどね。なるほど。じゃあ最初になんかタンポンを使い始める時って、まあ、若い方も見られる番組なんですけど、なんか太さとかなんかあります？大きさは適切なのを選ぶ方がいいですけど、うん、やっぱり今回このプロジェクトでも3つの委員会、うん、あので Q&A 集って、うん、水泳選手向けの Q&A 集っていうのを今作ってるんですね、はいはい、もうそろそろ出るんですけど、であのコーチまたアスリートの方がこう聞けなかったことをもう全部出してもらったら、やっぱりタンポンいつから入れた方がいいのかとか、なんか感染症があってで経血だったりすると人にうつるんじゃないかとか、はいはい、本当にあの今までオープンにならなかったいろんな問題が出てきて、はい、そうですね。だからタンポンも処刑が来てれば大丈夫ですし、サイズもいろいろなものがあるので、あのこうメーカーがいろいろ動画とか作ってるので、そういうのを参考にするのも一つの方法かと思うんですけど、そういう知識が、まあ、そのチームの中で、うん、まあ、あればなんか先輩たちも知ってれば結構楽ですかね、アーティスティックスイミングの方は。なんかこう先輩たちが知ってることで結構広まりやすいんですか？そうですね。私も子どものチームも30年間ずっと指導してるんですけど、はい、うん、あのやっぱ先輩たちが後輩に教えてあげてます、うん、あ、なるほど、うん、そういう文化なんですね。そういう文化ですね。これがいいよとか、こういう角度で入れるといいよとか、うん、そういうの言ってくれるんですね、うん、なんかうちの娘たちも私が教える前にチームメイトの先輩、うん、あのうちの娘もチームにいるので、うん、先輩たち誰々ちゃんを教えるのがうまくてねとかね。あ、でもそれはなんかアーティスティックのなんか、ね、独特の文化かもしれない。競泳はないですよ。他の競技ではあんまり聞いたことないですね。使ってる使ってない話はするんですけど、入れ方まではあんまり教えてくれないですね、うん、先輩たち、まあ、アメリカみたいに、ね、挿入してあげるっていうのはちょっと衝撃。それは、まあ、女子だけでずっとやってきた競技なので、うん、でもだこれからアーティスティックスイミングは男性がどんどんこう増えるようになってきて、男女の種目になった時にそういう生理のことについてもこうしてオープンに、あの競泳みたいに理解してもらいつつ、でもお互いにやっぱり気持ちよくスポーツしていきたいから、なんかまあマナー、最低限のマナーを身につけてあの理解し合えると、男女もそうですしコーチと選手っていうのもなっていけるといいですよね。まあ、ちょっとお話をちょっと終盤の方に入っていきたいと思うんですけども、まあ、女子アスリートが例えば力を発揮するためにですね、うん、はい、水泳っていう競技に取り組んでいく課題って何か見えますか？まあ、生理も話してるんで生理もそうなんですけども、今後水泳連盟とか、うん、まあ、そういう組織的に取り組んだ方がいいよねみたいなお話が、もし小谷さんのお考えがあったら教えてほしいんですけど。こうなったら危険信号とか、こうなったらすぐ受診しましょうっていう、生理は病気じゃないから心配しなくていいんだよ、ピルをこういうふうに服用しましょう、タンパもこういうふうに使えば安全ですよっていう、そういう知識と、こうなったらすぐ受診しましょうっていう、あの黄色信号のところが明確だと安心なんではないかなと思います。
はい、もうここまでもたくさんもお話をいただいて、もっともっと話せばもっともっと盛り上がりそうだったんですけどもまあここで最後にですね、小谷さんから、まあ、若い学生の皆さんへちょっとメッセージもいただいたり、はい、まあ、その他の方でもいいですけど、はい、まあ、メッセージいただいてもよろしいでしょうか。はい、そうですね、女性だけで理解するのではなく、やはり異性の男性の皆さんも理解していただいて、一緒にこの、悩みを共有したり教育を受けていただくことが全てのアスリートのパフォーマンス向上につながると思います。特にね、あの男性がいっぱいの中に女性数名とかっていう環境にいらっしゃる方も多いと思うので、ぜひあの男性の皆さんも共に学んで、ご理解いただけると嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。はい、もう本当にあの楽しい時間を本当にありがとうございました。はい、あのぜひこの動画を見てですね、あの皆さん疑問になった点だったりとか学んだ点だったりとか、ぜひあの皆さんで共有していただきたいなと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。